みなさんこんにちは、もえみんです。はい、今日は離乳食のストックを作っていきたいと思います。じゃじゃん、こちらの本を買いました。うたまるごはんさんの簡単フリージング離乳食幼児食っていう、なんかめっちゃ人気なやつ最近うーたんが本当に最初の方は結構滑り出しがよくって、10倍がゆとかまだドロドロらへんは結構食べてくれてたんですけど、ちょっと食感が増えるようになったりとか、食材が増えるようになってから徐々に食べなくなって、7、8、9ヶ月のちょうど離乳食中期らへんが本当に食べなくって、食べさせても最初の一口、二口、三口目くらいでもう嫌ってなっちゃうっていう感じだったので、1週間お休みしてまたあげるみたいなのを繰り返したりとか、ベビーフードだったら食べるのかなって思ってベビーフードにしてみたりとか、いろいろやってみて、でも食べなくってっていうのを繰り返してて、そしたら本当この前の生後10ヶ月の時に久々に手作りの離乳食をあげたら結構食べるようになって、口開けて食べてくれるようになって、やっとこっから波が来たかなって思って、でそっからは市の離乳食教室に行ったところ、食べなくても3口しか食べないとしても1日3回とりあえず機嫌がいいところまでやってみようって言われて、食べないとしてもやってみようって言うんだったらやってみようって思って、今回この本を買って、もう今生後11ヶ月なんですけど頑張って作っている状況です。なので今日はこの離乳食、生後11ヶ月の離乳食を作りながら、うーたんの今の離乳食の現状とかお話ししていこうかなと思います。今炊飯器でうーたんの5倍がゆを作ってます。この本に月齢ごとにメニューが全部載ってるんですけれども、うーたんが本当に7、8、9ら辺を飛ばしているので、今生後11ヶ月レベルのものをあげちゃうとまだそんなに噛むのが上手じゃないので、結構丸飲みしちゃいがちなので、今9ヶ月目のメニューから始めて、今10ヶ月目に突入しました。なので生後10ヶ月のメニューを作っていきます。11ヶ月だともう何飯を食べると思うんですけど、今5倍がゆを作ってます。でまあ来週にはもう何飯にしようかなって感じです。で今その離乳食作りの下準備をするので、野菜をとにかく細かく切っていこうと思います。うーたんがさっきどこまで話したっけな。で本当にいろいろ試して手作りやってみたりとか、ベビーフードあげたりとかしてみて、ベビーフードも結構好き嫌いがあるみたいで、キューピーの缶詰系は本当に全然食べなくって、で和光堂の粉で作る系のやつは結構食べてくれるっていうのが分かって、粉でできるやつを、まあ、今までのルーティーンとか Vlog でも結構作ってたかなって思います。粉のやつだったら食べるって思って、一時期その和光堂の粉シリーズで結構ご飯あげてたんですけれども、そのシリーズさえもやっぱ3口目くらいで終了になっちゃうことが多くって、でダメだって思って、でBLW 赤ちゃんが自分で食べ物を手づかみして食べるっていう食べさせ方もちょっとチャレンジしてみたんですけど、そのやり方でも結局うーたんは波に乗らなかったので、でもつむたんの時に離乳食食べない時期ってもう本当に食べないっていうのを分かっていたので、まあこのまま食べるのが嫌いになってしまわないうちにとりあえず一旦お休みしようって思って、1週間お休みしてまた離乳食あげてっていうのを繰り返してました。あげるタイミングとかも究極にお腹空いてる時がいいのか、やっぱりミルクを
先に飲ませた方がいいのかとか、ミルク後の方がいいのか、ミルクちょっと上げてからの方がいいのかとか、いろいろやってみたんですけど、結局そんなに変わらなくて、やっぱ食べない時期って本当に何を試しても同じ反応っていう感じで、まあ、やっぱ中にはそのいろんな方法を試したらこれだっていうのに出会える方もいると思うんですけど、まあ、うちの子たちの場合は基本なんか結構どのやり方を試しても同じ反応を示すっていう感じだったので、まあ、休み休み離乳食を進めながらうちの子の食べよっかなっていう気分を待つっていう方法でやりました。そのミルクのタイミングとかそういうのは食べるようになってからかなっていうの で最近、まあ、最近って言っても1ヶ月前くらいに食べるようになったので、そのミルクのタイミングとか温度とかっていうのをまた試行錯誤してやり始めたって感じです。今結果的にウータンはやっぱ全ては機嫌だっていうのが分かって、もう本当にウータン気分屋さん、気分屋さんっていうか気分にすごい左右されてて、まあ、他のお子さんも機嫌取りはやっぱ一番大事って言ってる方多いと思うんですけど、本当に気分が一番大事で、なのでお腹空いてる時にしてしまうと、お腹空いてる時はやっぱミルクの方が手っ取り早くお腹いっぱいになれるので、もう離乳食なんかよりミルクくれってなっちゃって、それこそ3口ぐらい食べてもう早くミルクってなっちゃうので、ウータンは先にミルクっていう方法で今は落ち着いてます。究極にお腹空いている時間帯は先にミルクをあげて、その1時間後2時間後2時間経っちゃうとまたウータンミルクくれの波が来てしまうので、1時間か2時間後くらいに離乳食をあげるっていうようにしています。それがウータンの中で一番食べるタイミングでした。あとはウータンの場合は寝起きがすごい機嫌がいいので、お昼寝から起きた後とか朝寝から起きた後にちょうど離乳食をあげれるようにしたりもしています。 朝はたくさん寝て起きてるので、その時はすっごいお腹すかせてるので、朝は起きたらすぐに200ミリミルクを飲ませて、その後に、まあ、1時間後くらい1時間か、まあ、200飲んだ後は結構機嫌がいいので、まあ、2時間後くらいに離乳食をあげて、でまたお昼寝の時にミルクをあげて、お昼寝起きたら離乳食あげてっていう、今結構そのルーティーンができてきました。本当に機嫌がいい時はすっごい食べてくれるので、もう機嫌が一番ですね。この機嫌悪い時、多分その究極にお腹空いてる時と眠い時は、親が頑張ってなんかウータンを笑わせたりとかしてもダメなんですよ。もうその時は一回離乳食は諦めて、ミルクをあげて機嫌を取ってまた再リベンジしたりとかっていう感じにしてます。じゃがいもを1センチ角ぐらいで切り終えました。この後圧力調理鍋で柔らかくしていきます。はい、ほうれん草も角切りしていきます。切ったお野菜たちがこのパックに入ってるので、これを圧力鍋のお鍋に入れていきます。やっぱり圧力鍋じゃないと時間がかかりますね。あとやっぱ人参はあんまり柔らかくならないとか結構あるので、圧力鍋でやります。こちらの圧力鍋は以前動画でも紹介した D ポットの圧力鍋です。おしゃれで小さくて使いやすくてすごい気に入って使ってます。カレーとかも本当にすぐできるし、
この前肉じゃが作ったんですけど、肉じゃがも本当にすぐできたので、すごくおすすめです。よいしょ。圧力で8分と、あと圧力が下がるまでに8分ぐらい圧力鍋をやっていきます。で、その間にお魚たちを茹でます。はい、乾燥芽ひじき、これを水で戻します。はい、お魚はタイのお刺身を使います。タイのお刺身を茹でていきます。はい、こんな感じでタイを茹でます。 3、4分。はい、じゃあそれぞれ下準備が茹で終わって炊き上がるのを待ちます。はい、5倍がゆができました。第1弾のご飯が炊けて、今5倍がゆをラップに包んだので、次はひじきとツナの炊き込みがゆを作ります。で、あとこれに人参を入れます。圧力鍋の圧力も下がったので、かけます。オープン。そしたらこんな感じで全部野菜が火通ったので、サラダとじゃがいものトマト煮を作っていきます。さっきの茹でたタイを全部入れて、これがタラのトマト、タラじゃない、タイとジャガイモのトマト煮です。次は豚汁を作ります。お肉を使うときはいつもこのカインズのまな板シートを敷いて切ってます。よいしょ。こういう感じでピーって切れます。で、これをまな板の上とかに置いて使います。はい、出来上がりました。こんな感じ。まずこちらから5倍がゆがさっき1個ウータにあげちゃって4個になりました。5倍がゆ、これがひじきとツナの炊き込みご飯、これがなぜかめっちゃできた。まあ、大きさがちょっとバラバラなのもあるんですけど、すごいたくさんできました。こちらがツナと白菜のクリームうどんです。これもちょっと大きさがまちまちなので、6食分できました。で、こちらがかぼちゃのおやきです。こちらがほうれん草のパンケーキです。今早速ツムタンが一つつまみ食いしてます。ママ、食べたい。今ツムタン1個食べてるでしょ。食べたいね、開けたいね。食べたい。うん、ちょっと待ってね。はい、で、これが人参と大根のコロコロ煮で、これが豚汁、野菜たっぷり豚汁で、これがタイのトマート煮かな。で、これがかぼちゃのポタージュです。はい、こんな感じで1週間分の作り置きができました。で、今これに作った日付とそれぞれの名前を書いて貼っていきます。はい、ではマスキングテープにそれぞれ書いていきます。こんな感じで料理名と日付書いて、あと粗熱ももう取れてるので、あとはこれを冷凍庫に入れて
明日からこれを食べていこうね、ふーたん。途中でお昼ご飯食べたりとか、つむたんの幼稚園迎えに行ったりとか、いろんな時間があったので、結局夜になっちゃったんですけど、最初は6時間とかかかったんですよ、これ全部作り終えるのに。下準備から野菜切るところから含めて。でもいろいろ慣れてきて、作ってた時間で言うと2時間3時間でできたかなって感じです。ふーちゃんバイバイって。バイバーイ。チョボくんもバイバイ。また見てください。バイバーイ。